魔女の宅急便、魔女の宅急便、魔女の宅急便、映来、は、スタジオジブリ制作の日本のアニメーション映画作品。スタジオジブリにおける、宮崎俊監督の長編映画としては、初の他社の原作による作品である。主題歌には、荒井由美の楽曲が採用された。1985年、昭和60年12月、映画プロダクションフード社は、 各の英語の児童文学、魔女の卓球瓶の長編アニメーション化の企画を立ち上げた。卓球瓶が大和運輸の登録商標であったことから、真っ先に同社にスポンサーを要請した。当初大和運輸は難色を示したが、同社のトレードマークである黒猫が偶然にも、物語に登場する子から次第に前向きになり、スポンサーになることを了承した。1987年、 昭和62年春頃、フード社とヤマトウギは電通を通じて、特馬書店に協力を申し込み、本作は、スタジオジブリで制作されることとなった。フード社は、監督、またはプロデューサーに、宮崎春香、高畑勲夫と意向を示した。隣のトトロ、ホタルの墓の制作を開始したばかりでもあり当初、監督は、有望な若手を起用することとし、 脚本は一色信ブが担当。宮崎はプロデューサーのみを受けることになった。またメインスタッフ陣には、キャラクターデザイン担当のチーフアニメーターに、近藤克也、補佐に、大塚真二を起用し、美術監督は、小形和夫の推薦で、大野浩二が起用されることとなった。大野が所属していたスタジオ風画の水谷、年春社長もこのプロジェクトに賛同しすぐ大野の起用を決定した。 プロジェクトは着々と進んでいたが、一式が書き上げたシナリオが、作品の雰囲気にそぐわなかったため、隣のトトロの作業を終えた宮崎がシナリオを書くこととなり、一式は交板した。制作が進むにつれ当初70から80分の中編となる構想であったが、最終的には100分を超える本格的長編となった。また、監督は、片主が就任する予定であったが、 スポンサー企業の意向を受けて演出補佐に回り、結局、宮崎が監督も務めることになった。シナリオ完成後、宮崎は絵コンテ作業を開始。途中、近藤義文も絵コンテ作業を手伝っていたが、作画状況の関係から作画監督に回ることとなる。今回の宮崎の役目は、プロデューサー、脚本、絵コンテ、監督の4役で、風の谷のナウシカ、 天空の城ラピュタ、隣のトトロで行っていた作画チェックは行わず、作画監督の近藤勝也、近藤義文、大塚晋司がその役を担当していた。長編アニメーション映画としては、制作期間が短く、作画の困難な群衆シーンが後半に多数、挿入されたためスタッフの負担は大きかった。音楽演出を高畑が受け持ったのも、宮崎に余裕がなくなったためである。 さらに音楽担当である、災石ゆずるも自身のアルバム制作とスケジュールが重なり、音楽打ち合わせから演奏録音までが公開間際になるという状態だった。原作をかなり自由に脚色し背景にはスタッフがロケハンしたスウェーデンのストックホルム及びゴットランド島のビスビュー、宮崎自身が1988年、昭和63年5月に個人的に旅行した。 アイルラド、その他サンフランシスコ、リスボン、パリ、ナポリなどの風景を織り混ぜて使っている。街の名前は、劇場公開時のパンフレットによれば、原作のまま、コリコの街とされている。この街では、白黒テレビが普及している一方で、ボンネットバスや大きな飛行船が使われているなど、現代ではなく、過去の時代を舞台にしているものとみられる。宮崎によれば、 二度の対戦を経験しかったヨーロッパという設定。ストックホルムとビスビューは宮崎が A プロダクション、新映動画時代の1971年、昭和46年に幻の映画企画、長靴下のピッピのロケファンで訪れ場所でもある。スタジオジブリの発足前から特馬書店の作品の配給を担当した東映は東方に配給させた前作のホタルの墓と、 隣のトトロの工業的失敗を理由に本作を持ってジブリ作品の配給の打ち切り決定し、本作は東映が配給した最後のジブリ作品になった。アニメ版では原作に見られた童話ならではのファンタジー性は抑えられ、作中における魔法はあくまで個人の特技の一種という位置づけで描かれている。田舎から都会へ上京してきた少女が特技を活かして、 一人立ちしていくという点を強調して前面に押し出しており、その中で思春期を迎えた少女の感情の機微を描写していく、現実味漂う作風となっている。原作者の書くのは映画化に際し、当初は唯一の注文として、キキが旅立つ時に、キキの故郷の木につけられていた鈴を鳴らすことのみを求めていた。 その後、制作が進むにつれ内容が大きく変わることに否定的になったが、宮崎と各のが数回対談し解決した。今回、特馬書店の他に、大和運輸、日本テレビが制作に参加。スポンサーが付き、テレビ CM など、広告宣伝面にも力が入れられた結果、観客動員数264万人、配給収入21.5億円と前作、隣のトトロ、 ホタルの墓の三倍以上を記録した。1978年、昭和53年公開の、さらば宇宙戦艦ヤマトの戦士たちの記録を抜いて、日本のアニメーション映画の行記録を更新した。とあるのどかな田舎町に住む危機は、魔女の血を受け継ぐ13歳の女の子。魔女として生きることを決意した少女は、13歳の満月の夜に魔女のいない町を見つけて定住し、 魔女の修行を積むべしという古くからのしきたりに従って、旅立ち、海に囲まれた、コリコの町に定住を決める。しかし、魔女の風習の残る田舎町と異なり、大都会である町の人々はどこかよそよそしく、キキはそんな人々の態度に戸惑いを隠せない。そんな中、グーチョキパン天皇神、おそのさんに出会いに入られたキ機は、おそのさんの行為で、パン屋に居候し、 空飛ぶ魔法を生かして魔女の宅急便を開業する。そんな中、人力飛行機作りを目指す少年トンボと出会う。慣れ慣れしい態度で接してくる彼を不愉快に思いながらも徐々にキキはトンボと打ち解けてゆくが、思春期における様々な感情のきびゆえになかなか素直になれない。そんなある日、キキは突然魔法の力を失う。空も思うように飛べず、 知事との会話もできず、さらに大切な放棄を折るというアクシデントに見舞われ、失意に落ち込んでしまう。途方に暮れる中、かつて仕事の最中に、森の中で出会った絵描きのウルスラと再会したキキは、彼女の励ましを受けて少しずつ元気を取り戻していく。その後、仕事を依頼さらた老婦人の家へ招かれたキキは、婦人から宅配を依頼されたお届け物が落ち込んだ。 自分を励ますためのものだったことに気づき、久しぶりに明るい笑顔を見せる。そんな時、飛行船、自由の冒険号の離陸性中継を放映していた、テレビが突風に煽られ飛行船が暴走することを報じる。そして、トンボが飛行船のロープにしがみついたまま空中にさらわれて死う、光景が映し出された。無我夢中で、現場へと急行した危機器は、たまたま近くにいた、 掃除婦のデッキブラシを借り受け、必死の思いで魔法の力を振るい起こし、再び大空へと飛び出した。慣れないデッキブラシでの飛行に翻弄されつつ、寸でのところでトンボを助け出すことに成功する。こうして、再び魔法の力を取り戻した危機は、町の人たちともすっかり打ち解け、今日も元気にコリコの街を飛び回りながら、宅配業に精を出すのだった。 キキとウルスラの主役級の二人を当時声優三年目の高山みなみが一人で担当している。高山はもともとウルスラ役のオーディションに参加していたが難航していたキキのオーディションにもその後参加、キキ役として合格。その後宮崎春監督立っての希望でウルスラも担当することとなった。英語版は二種類存在する。 日本版 DVD には日本語オリジナル音声とディズニー版音声が収録されている。主題歌にはユーミンことアライユミが歌う既存の楽曲ルージュの伝言オープニングアルバムコバルトアワーに収録と優しさに包まれたならエンディングが採用され映画公開当時リバイバルヒットとなった。主題歌を決定する際、 プロデューサーを務める鈴木敏夫が会議直前に行った松藤弥弓のコンサートに触発を受け書き下ろし曲ということで監督の宮崎俊に提案したもともと宮崎は若い頃にユーミンの楽曲を聴いていたためそれがこの時の採用につながったと鈴木は発言しているしかし期間内に曲が書けなかったため既存の曲での選曲となった中央フリーウェイも候補に上がっていたが 東京都内の具体的な地名が歌詞に入っているために取りやめたという。なお、優しさに包まれたならは、シングルとアルバムで、アレンジが異なり本作で使用されたバージョンは、セカンドアルバム、ミスリム40周年記念ベストアルバム、日本の恋とユーミント等に収録されている。英語版の主題歌は、日本版と異なり、別の英語の歌が用いられている。 元々は映画内で使用される、挿入曲として、久石譲が制作した楽曲のアレンジを変え、新たに歌詞をつけたもの、後に、海の見える街及び旅立ちのそれぞれアレンジ、変更歌詞付きバージョンである方のぬくもりは、シングルカットもされているである。カラオケで全曲が歌える上、ジブリ関連の CD、魔女の宅急便ボーカルコレクション等にも収録されているが、アルバムは、 未配信である。日本国内主に日本テレビの金曜ロードショーでおよそ2年に一度放送されている。スタジオジブリが劇場映画をもとに魔女の宅急便の商標第246万2634号、第440万5430号、第470万78号を取得しているが、主にキャラクタービジネスを意図して観光物や様々な 商品につけられる商標である。完成した映画名が元になって登録が認められたもので、日本では映画の題名自体には商標権を設定できない。大和運輸の宅急便とは指定商品または指定機務、サービスの範囲が異なる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。